はい、皆さんこんにちは。愛を求めて三千里、飽くなき愛の探求者、カムイリゾートの達子です。はい、決まりました。今日もバシバシ愛見つけに行きますよ。今回はね、まあ、前回風の谷方面攻めたんで、ちょっとこっちの上の方行ってみましょうか。まあ、キノコの森、ホーンテッドハウス、あのあたりですね。その辺ちょっと見ていこうかな。こいつもね、ちょっとね、よくわかんないのね。バンドのマネージャーを務める緑黄色生物。ジミちゃんのデモテープ。ジミちゃんっていうね、他の動物がいたのは覚えてんだよね。ジミちゃん復活させてからなんかデモテープ手に入れてみたいな話なのかな、わかんないけど。お、一つ目ぞ。うわー、これどうやって捕まえんだ。高いところが好きだ。長時間飛ぶことはできない。滑空能力に優れた。どうやって手に入れんだあいつ。くそ、どっか行けるとこがあんのかな。高いところが好き。ちょっと微妙に届かねえよな、やっぱ。どうすんだろうな。ちょっとだけ待ってみるか。お、飛んでた飛んでた。お、え？上に行ったな。上に行ったな。どう、なんかタイミングあんのかこれ。捕まえるタイミングが。どうしよう、どうし、あ、昼になってもいるな。あ、落ちてくる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 。ど、ちょっと待って。うわ、そっち、ちょっと待ってよ。今のキャッチする絶好のチャンスだったんか、もしかして。これ待ってれば捕まえれる可能性あるな。ちょっと待ってみようか。よし、来たー。逃さなかった。このタイミングか。あぶねえ。今ちょっとぼーっとしてたわ。あぶねえ。よし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 。一つ目をゲッチした。よしよし。待った甲斐があったわ。これは。まあ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 。朝一のタイミングか、この、まあ昼下がりのタイミング。ここでキャッチするということでしたね。一つ目ゾウちゃんは。ホーンテッドハウスはね、実はまだそんなにちゃんと探索できてないんだよね。いろいろできることがあると思います。上の階行こうかな。はいはいはい。ここにね、幽霊たちが。あの絵をね、よーく眺めてみてよ。そして僕の記憶の満たされない部分を埋めて頼んだよ。あの絵をよーく眺めてみてよ。あの絵ってあれでしょ？階段の登ったところすぐにある絵だよね。これ？これのこと？これじゃないよね。眺めてみるか。なんだこれ？リンゴ食ってんのかな？おお、動いた動いた動いた。え？何？何？うわー、吸い込まれた。怖っ。どういうこと？何ここ、何胃の中だ。胃の中に入っちゃった感じに見える。レントゲンみたいな感じに見える。あれ、お客さんだ。誰も誰もママママお客さんだよ。お前そんな子供的な感じなの。そうだ、ママはもういないんだっけ。どっかに行っちゃったんだ。そうだ、僕は体が弱いからたくさん食べないといけないんだ。何かさ、甘いものをちょうだいよ。甘いお菓子、甘いお菓子、甘いお菓子。ちょうどもあ、ちょっと待って、ストック、クッ
キーあるじゃない？クッキー。クッキーあるじゃ、あるじゃよね？クッキー。クッキーあるじゃよね？これ。どう？おっと、よっと、ナイスナイスナイス。美味しそうなクッキーだ。どう？ご満足いただけた？うん。これはおばあちゃん特製なんで美味しいんですよ。はい。なんだか満ち足りた気分だよ。それじゃね？お、終わり？終わり？終わり？お、流された。うんこになって出て、お、うんこになって出てきた。え？それで終わり？どういうことだったのかさっぱりわからんけどね。こっちとしてみてら。うん。はいはい。どう？さっきの。いい、いい感じだった？え？まだ？まだ？甘いもんって違ったんかな？いやでもありがとう言うてくれてたよな。もっといろんな食べ物よこせっちゅう話？もしかして。ちょっと待ってね。もう一回見てみる。もう一回見てみるよ。はいはいはい。食われると。食われて、こう、食堂を通って、胃の中に入っていっちゃいました。誰だよあんた。あ、違う人出てきた。あれ？なあ、誰だよ。俺は小腹が空いてるぞ。だからなんか食べたい。うまいパン。俺はパンの耳が好きなんだ。まあ、食パンってことね。たまたまなり、たまたまですが持ってますよ、これ。はい。どうです？お喜びいただけましたでしょうか？だいぶ太ってんな。うまかった。なんだか満ち足り気分だ。それじゃな。オーケー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 。いいね、いいね。これを何回も繰り返せっていう話か、これ。マジでめんどくせ。持ってねえ食べ物来たらめんどくせ。まあいいや、もう繰り返すしかねえ。まだ多分もう2、3回あるでしょう、このゲームのことなんで。もう一回行ってみよう、もう一回行ってみよう。次は何を求められる？言ってももう食べ物もそんな持ってないな、私。はいはいはい、例のごとく。食堂通りまして、胃粘液にペチャッと。はい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 。わっはっは、お、またくせ者、う、どんどこ太ってくやんけ、おい。大丈夫か？メタボだな、おい。珍しいもの。うわ、出た、ここでキャビアのお出ましか。なるほどな。キャビアは持ってねえわ。ごめんだね。キャビア持ってねえ。キャビア持ってねえからどっかで手に入れなきゃいけないのか。わかりました。ちょっと、キャビアね、どこにあんだろうな。キャビアを取り扱ってる店は知ってるんですよ。レストランね。どうにかそこで音を聞いて見つけるしかないね、キャビアの場所を。それしか言わなくなっちゃったな、おじいちゃん。なんかここで見せんのかな。わかんねえな。レイタン、レイレイタン。これはなんかね、一つ推測あるんですけれども、まぁ、ちょっとこの部屋入れないことには何もできないんですね。で、ここに入るために何かするんだけど、ダメだなぁ。何もダメだなぁ。もうめっちゃしつこくやってたらなんか起きねえかな。
お、チャンス。お、入れた。入れた。あ、寝てるとき入れんだ。おー。